FZ400R ヤマハカイ z 4 0 0 r は、XJ400Z をベースとした F3 ワークスレーシングマシン FZR の本格的なレーサーレプリカとして、ヤマハ発動機が発売したオートバイ。XJ400Z の水冷エンジンをベースに、クラス最高の59馬力を発生するエンジンを、スチール性格パイプフレームに搭載。 フロント16リア18インチのクイックなハンドリングで、峠道やサーキットで大人気を誇り、1986年に、同社をより発展させた、FZR400 が発売された後も、継続して販売される域の長さを見せた。姉妹車に、ネイキッド版の FZ400N もある。1984年12月発売。鉄製のセパレート式アップハンドルの採用。 シリンダーヘッドおよび、クランクケースの金色塗装などが装飾される。ソリッドカラーの2タイプ。このネギット版は、アップハンドル化などの仕様で、基本性能の優れた車両である評価が高かったためか、自動車教習所の教習者としても、積極的に利用される。R モデルとの違いは、カウルレス、ハンドルマウント方法、パイプ製ワイドハンドル、鉄製ステッププレート、キャスター角、 オイルシール類、確認用透過類含む、各種配線類、バッテリー充電用外部端子、メインスタンドの追加などである。1984年5月発売。カラーは、いわゆるレートなカラーと呼ばれる、コン、白ツートンに赤のストロボラインの1種類のみ。4から2から1集合マフラーは、ノーマルにしては、低く表音が響き、公開展示の感高い音とともに、 排気音が非常に良いと評された。丸め二頭のヘッドライトが収まるハーフカウルがフレームマウントされており、その造形の美しさの評価も高い。1985年、石黒カラー及びカウルレスの FZ400N を発売。1986年3月、エアロミラーの採用に伴うミラー取り付けフレーム形状変更やアルミ製ハンドル、ホイールのホワイト塗装。 ヒンジで90度上がるエアプレーンタイプのフューエルキャップなどの変更。また、静白の新色を追加。初期型と同色ともども、ナックルガードのデカールデザイン及びセンターカウル FZ 文字のデザインも変更。また、集合マフラーのサイレンサー部分をアルミで巻く装飾がなされ、内部も見直し。ノーマルでもやや音量、音質ともに、 野生的との声が大きかった初代のマフラーが一部から批判されたことからか初期型に比べやや大人しめの排気音となる。1987年10月フルフェアリング及びシングルシートカバーを標準装備。コン、白はシートカウルのデザインを変更。追加カラーはニューヤマハブラック。初言に大きな変更はない。 昭和55年写真生活 P99 ありがとうございます。